Kimiyoshi! Natsumi-san! Natsumi. Chisato-san. さとちゃんは優しかった。私のこと、いつも気遣って、心配してくれた。夏美。 それなのに私、いろんなことがあって怖くて不安で、何を信じていいのかわからなくなって、ごめんなさい。ごめんなさい。 Thank you.
この道を進んで、それから…あ、パパ!あそこに地図があるよ。こらこら、みゆき、あんまり走り回ると危ないぞ。平気だもーい。面白い？そうだな。今度休暇ができたらスキーにでも行こうか。そうだ、北海道はどうだい？大石さんも、みゆきが行けばきっと喜んでくれるよ。大石のおじいちゃん？うん、みゆきも会いたい。楽しみにしてるね、パパ。お久しぶりです、赤坂さん。来てくれてありがとうございます。ご無沙汰してます、佐伯さん。あ、まだ佐伯でよかったんでしょうか。ええ、
どっちでも。なんでしたらエリザベスでもアントワネットでも私的には OK ですよ。それは名前だ、名字じゃないっての。今日は遠路はるばる本当にありがとうございます。雪で電車とかが止まらないかってちょっと心配してました。ええ、早めに出て正解でしたよ。あ、遅くなりましたが今日はご招待いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あ、お二人とは会えますか？ええ、まだ平気です。今は新郎の方が走り回って大変みたいだから、先に新婦に会ってあげてください。わかりました。ああ、娘さんなら私たちが。お名前なんていうの？赤坂みゆきです。えらいえらい。じゃあみゆきちゃん、お姉ちゃんたちとあっちで雪だるま作ろっか。どうぞ。赤坂さん、来てくださったんですか？ええ、ご無沙汰して申し訳ありません。今日はご招待いただきありがとうございます。いや、おめでとうございますかな。ありがとうございます。アキラ君ももうすぐ戻ってくると思います。彼も赤坂さんには会いたがっていましたから。それは嬉しいですね。あいにく大石さんはちょっと体調を崩されたらしくて、とても残念がっていました。あなたたちにはくれぐれもよろしくと言伝を預かっています。そうですか、残念ですが仕方ないですよね。後でお手紙を送ります。お子さんですか？ええ、すみません、予定にはなかったのですが、どうしても一緒に行きたいと聞かなかったもので。全然気にしないでください。気にする人なんていませんから。私の他には誰が？式の参列者は千里ちゃんとタマコちゃんだけです。あとはいません。アキラくんのご両親も彼が気を使って。そうですか。アキラ君たちは絶対に言いませんけど、私知ってるんです。今日の式のことで私がご両親にご挨拶に伺う前、アキラ君
ご両親と絶縁寸前まで大喧嘩したんです。ずいぶん時間をかけて説得してくれたんですよ。それもアキラくんだけじゃなく、千里ちゃんもタマコちゃんも必死になって駆けずり回って協力してくれて。そうですか。少し前まで私ずっと死ぬことばかり考えていました。自分の家族を殺して、自分の友達や恋人の人生めちゃくちゃにして、私に生きてる資格はあるのかなって。まして幸せになるなんてこと私には。君吉さん、あ、いや、東堂夏美、この名前多分一生なれないと思います。だけど死ねませんよね。こんなにも私のことを大切に思ってくれる人がいて、それなのに自分だけ楽な道を選ぶなんてこと絶対にできない、しちゃいけないと思います。だから私、これ以上幸せにはなれなくてもいい。だってもう今が幸せなんだから。その分誰かの、私のことを思ってくれる人のために幸せのお手伝いをしたい。今はそう思っています。ええ、それでいいと思います。あなたはまだ生きるべきなんです。ありがとうございます。伝えたかったな。え？私を強く励ましてくれたあの刑事さんに今の気持ちを、それだけが私の心残りです。では誓いの指輪の交換を。
キラ君。変わってしまった彼女の世界はとても残酷なものだけど、え？希望はある。絶対に。